国民軍はトルコのアナトリア地方がギリシャ、イギリス、フランス、イタリア、アルメニア連合により占領され、ムドロス休戦協定と共に不平等条約が突きつけられる中で、複数の地域でオスマン帝国軍が武装し武器を分配したことで誕生したトルコの国民反抗組織に与えられた名称である。国民軍はトルコ解放戦争の最初の防衛組織である。 国民軍の構成員は1919 19年末までは西アナトリア地方において6500人から7500人程度であったが1920年中頃には15000人にまで達していたと推測されている。最初の運動は南部戦線のデヨールトヨール軍で1918年12月19日にフランスに対して始まった。この原因はフランスが占領において アルメニアと共謀したことであった。第二の反抗運動はギリシャによるイズミル占領の後、国家主義者や愛国心を持つ将校が民衆を葬式して、英ゲ海地方で公式に開始した。西アナトリアの国民軍は、正規軍が整備されるまで、ギリシャ軍に対してヒットエンドラン戦術などを用いて戦った。アダナ、マラシュ、アンテップ、ウルファなどの南部戦線地点では、 秩序や規律を整えた国民軍がトルコ解放戦争を主導した。活動の内容を記録した一部の書物がアリエレンによって明らかにされている。地方の民間組織で武装集団として世に出た国民軍は規律ある軍隊である占領軍に対していわゆるゲリラ戦を取った。組織された抵抗運動はイズミルがギリシャの手に落ちた後エーゲ海地方で 国民軍として始まり、独自の地方組織として広く知られるようになった。地方組織である国民軍は、その後トルコ大国民議会の創設と共に統合され、第一次、イノニ戦争の時期には規律ある軍隊となっていた。国民軍の第一の目標は国家及び民族の優越性を認めず、トルコ国民が自身の国旗のもとで生きる権利と独自性を形成することであった。 規律ある軍隊へと変遷していく頃に、構成院内で犯行が発生した。第一次、イノニ戦争の戦前に、デミルジムフメットエフェの反乱が、そして戦後には、チェルケスエトヘムの反乱が自圧された。ありがとうございます。